こんにちは和楽堂のほぼです今回の動画は六白金星の方の本命星月明星傾斜球3つの星の組み合わせ9通りありますのでその星の組み合わせ各それぞれを説明してみたいと思いますまず本命星と月明星ですねあの一生懸命調べて自分で見つけてくださいそうするとですねこの3つの数字を見ていくと最初が611て書いてありますけども ご自分の本命性が6泊で月明星が誕生日から1泊水星ということが分かるとですねその後ろについている数字また1がついてますねこの組み合わせの場合は本命性が6泊金星で月明星が1泊水星で傾斜球が1泊水星という組み合わせということが分かると思います。これは自分のの背景として一生変わらない星ですのです 自分の九星の星の背景として意味合いとか特徴とかを理解するのにとても役に立ちますあとは人との関わりなんかを見るときもですね一つの相性で見るんじゃなくてこの三つの星の組み合わせ同士で関わり方を見ると意外と細かな相性が見えてくるんですねそんなふうに有効に使えると思いますので三つしっかりと覚えておいていただくというのも大切なことになると思いますまず最初の星ですね六一一本命星が六白金星 天に一番近い星と言われていて精神性が高く思いとか考えとか、まあ、自分の貫く思いみたいなものを持ってるんですね世界もしっかり持っていますそれを守り貫くために固くなさとか頑固さがあってどうしてもあちこちとぶつかりやすい傾向をあちこち見せちゃうんですね、まあ、仕方がないといえばないですね自分の思いがはっきりしてるわけですからつまらないことには乗ってはいけないわけです本当はね ただあの社会で生きるるるからにには、はやはりり、うままくく適適応したり適合すす。こととも必要になってくると思いますその辺がですねどーんとぶつかって痛い思いを相手にをさせたり自分でもしたりするよりもちょっと立ち止まることで冷静にその対処方法を探り避けてみたり何だったら一歩下がってですねうまく対処方法を見つけて上手にこう脇をそ,けそれるようなクリアするような方法を見つけることもいい方法かもしれません。 そんなふうにドンとぶつかることよりも上手に上手にこう対処法を見つけて動くということですね。それを見つけるとですね、六白の方はとてもこう人生が生きていくときに楽になると思います。どうしても思い貫いてぶつかるというね、そこの辺で痛い思いをするということがちょっとこう辛い部分を感じさせる特徴になるんじゃないかなという気がします。まあもともとがですね、思いがしっかりしているので。 自分の思い世界を貫くということが一番の大切なことになると思います。それをするための技を身につけるということですね。で、本命性あの人生の大きな背景として六泊金星を持っているということですね。で月命星にですね一泊水星、水の星ですね。柔軟で適応力に富んでいて、で、とっても粘り強い。で、いろんなところにうまく当てはまり、もう本当にいろんな器にピタッとはまるわけですね。水ですからね。 で粘り強かったり朗らかさとか知恵もあるしですね社会で非常にううままく機能すする背景といいのを持っています <laughs> ただしですね水というのはもう一つの特徴うん陰の気配ですねよく言うんですけども水の冷たさとか陰の気配というものがどうしてもこうあの内にこもる要素とかですね暗い部分にいろんなものが集まってきてちょっと考え,こす考え込んでしまったり。 うちへ塞ぎ込んでしまったりするような要素を見せるんですねその辺がですね上手に扱わないと悩んだり苦しんだりする原因になる可能性がありますのでこれをですねどう切り替えたらいいかですねやっぱりあのいろんなことに冷たいわけですから冷静さとかクールさというふうに置き換えることができると思いますで、じっと考えて物事を見るまあ当然あのじっとすること得意なところありますよねうちにこもるような要素も持っているわけですから そういうもので周りを見ていろんなことに気がつくということがやっぱり特徴の一つになるんですねきめ細かかったりいろんなことに気がつくようなことそういう背景を一拍水星というのは持っていると思いますのでその辺をうまく前向きに生かすということでしょうね自分で内側に向かってストレスをためて考え込むというよりもきめ細やかでいろんなものに気がつく繊細さを持っているわけですからそういうものを周りにうまくこう 機能させてですね、うん、もう本当にこう優しく穏やかに触れるようなそんな背景をどん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 こう作っていったらば陰の気配も少し抑えられるんじゃないかなって気がします。まあ、それにしてもですね、あの考え込んだりするようなちょっとこう要素を持っているということが自分の中にあるということですね。それをですね、月面性と月面性っていうのは何かをしようと行動するときに出やすいという部分と。 あの若いうちに意外とと出るいいいうふうにに言われていますですでから若いうちには一泊彗星の,あのしなやかで柔軟さに加えて少し陰の気配の自分の内側に入り込んでしまうような要素も持っているというふうにちょっとこう自覚していただいて前向きにきめ細やかでいろんなものに気が付くという方向に切り替えることによってうまいいい方向に導いていくわけでですねね自分でねもう一つがです、ね、傾斜にを一泊彗星が入っているんですね。 傾斜球の場合は、自分の心、精神性の部分に影響を与えるというふうに言われています。で、本当はあの傾斜球っていうのは、いろんなあの見方ができるんですね。傾斜法という鑑定方法があるぐらいでして、親との関係、子供との関係で、仕事がどんなのがいいかなとかですね。いろんなこう、具体的な細かなことを鑑定するのに使う、ちょっと特徴のある星なんですけども、まあ今回の場合はですね、あの自分の精神性の部分、心に影響を与える部分を。 まあ受け持っているとそんなふうに考えていただいていいいいいただと思いますそこにも一泊水星を持っていますので半分は一泊水星の特徴があるということですね月明と傾斜に一泊があるわけですからこの2つの組み合わせを見るとですねある意味でこう支えてはくれてるんだけども何て言うんですかね強烈な底力みたいなものを感じないんですね。 例えばあの合同性とか3匹木星みたいに積極的なプラスのエネルギーみたいなものをこうなかなかこう感じられない組み合わせだというふうに思いますので何が足りないかと言ったらやっぱりちょっといしいものををを食べてて元気つつけけでですねねパワーを身につけることでしょうかねあのいろんな思いを貫く精神性の高さとしなやかで柔軟で周りに合わせる適応力あと粘り強さを一泊持ってますんでねそういう背景はあるんですけどもどんどん進めるような強い力というのが ちょっとこう、あの、この組み合わせでは感じられないので、その辺を少し鍛えるということですかね。あの、ジムに行ってトレーニングして、肉体を強化してですね、パワーをつけるのもいい方法かもしれません。おいしいものを食べて、エネルギーをつけるのもいい方法になるのかもしれませんね。まあ、いろんな形でエネルギーというのかな、力をちょっとこう加えるような、あの、自分にとって足りないものを加えるような意識でいると。この組み合わせは、もともと補強するような感じになるんじゃないかと思います。 次ははでですすね。ね。本命制の六白金星は同じです、ね、やはり人生の背景人生の大きな背景として六博の持っている特徴精神性高くですねプライド高く思いを貫く意外と実業にも向いていててるとい言われています。目先の欲とかにとらわれずにその先を見据えた理念とかビジョンをちゃんと持っている方が多いのでですね、意外とビジネスとか商売の中にも向いているんですね。 やっぱり目先のものにとらわれてしまうとなかなかうまくいかないことでもちゃんと先を見据えて努力をすることを多分知ってる星だと思いますのでそれが生きてくるとということですね。当然あの精神性の高い部分にも力を発揮します宗教とか哲学とかあとは芸術関係なんかもそうですねなかなかこうあの不思議でちょっと理解しにくいようなまあ例の世界とかじゃないですけれどもそういうちょっと不思議な部分にも惹かれる要素もありますね。 当然芸術なんかにもこう注意を持っていく、あの力を発揮するところもあると思います。あとはですね。自国土星が月面線に入ってますね。これは物を産み育て育む大地の星という、とっても家庭的でいろんなものを支えてくれるで、自国土星の土というあの5行を持っていますので、底力もありますし、結構頼りになるというかね。 あのすがりつくような感じではないですけれども優しい母のような愛情でみんなを守ってくれるようなそういうようなあの力を持っているというふうに言われていますのであといろんなものを生んでくれるのであのとってもいいんですよね地味で着実に物事を生み出してくれるというふうに言われているんですけれども毒も生む可能性がありますのでそこだけは少し注意してですね最低限のことを学んで悪いものを生み出さないようなそういう意識で行動するということが求められると思います。 あとは傾斜球に急死火星ですね。これは炎の星、情熱の星、感性が豊かで、知的で、とってもキラキラ輝いてですね、世の中で颯爽と歩いている方、自分特有の世界を一生懸命描いて人生を送っている方、たくさんいらっしゃいます。そういうこう煌めくような部分を精神性の高いこう傾斜球に持っているわけですね、精神性の中に持っているわけですから、ただちょっとこう壊れやすく脆いんですね、神経細やかで繊細なところがあるので、ポキッと折れちゃうことがあります。 壊れやすいというととうころがねちょっとあるということを意識してこれ誰かが優しく包んでくれると立ち直れるんですけどもねあの常にそういう,こう状況にあるとは言えないと思いますので自分で自分のこう乱れる部分弱い部分傷つきやすい部分をいたわれるような方法ですね時間とか空間とか楽しみを見つけることによってちゃんとこう自分で支えられる環境を作るということ。 これが球種を持っている方のとっても大切な対処法技になると思いますので少し覚えておいていただいてあの本一応ち,いいちゃんと立て直して先へ進めればですねとってもきらめく部分を球種科性は持っていますので頂上とかですねそんなふうにも言われるぐらいこれで629が大体3つ説明できて今度は638ですね。本命線の六はは皆さんやはり同じです。 で月線に入っている3匹木星これはもうエネルギーの塊ですね若い木の伸び上がるエネルギーに満ちた状態とあとは雷というイメージをあの背負っていますのでどう考えてもエネルギッシュなんですね。うん、前へ進む力はどんどんん強いいし、新し新もものを生み出すこともできる。で意外とあのいろんな小技を使うよりも真っ正直にドーンと出すタイプなんですね。 ですからちょっと勢い余って行き過ぎてしまったり先走ったりする可能性は高いんですけれどもそのエネルギーが楽しいこう前へ進む力の原動力になるわけですから有効活用すす。るるのににに非常に大切なな部分になると思いますおしゃべりが好きだったりですね好奇心も旺盛でいろんなところで嬉しそうに歩いている方3匹を持っている方いらっしゃいますのでそれが月明星に入ってんで何かをする時にはどん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 動いていくということですね。 ただドーンとねあの雷が落ちてしまうと周りに被害を与えますので本当は一呼吸を置ける習慣というのを、ね、身につけると一番いいんですけれどもあの習慣づけるようにするといいですね考えて一呼吸を置くというのはなかなか三匹の方はできないと思います三匹を持っている場合は常日頃ちょっと一呼吸を置いて何かを言ったりやったりするという習慣を身につけるということですねあとは傾斜球に八拍度星を持っていますので 八白土星の持っている特徴が精神的な部分に影響を与えているとで、八白土星は山の土どっしりがっしりしてて、頑固で揺るぎない部分を見せてくれますね。で、1番の特徴は誠実なことという風に言われています。誠実でとっても頼りになるんですね。で、いろんな人とか出来事を支えて、その支えることが自分をも活かすという風うに言われています。 あとは山ですので揺るぎない部分があるので頑固さとかかくなさも当然持っていますあとはですね間違いが許せない正義感にあふれているようなところを持っていますので、まあ、その辺を合わせて頑固さと合わせてですね革命をする人は意外と発白を持っているというふうに言われています間違いを直そうとするんですねで頑固でもともと土ですからエネルギーありますんでいろんなものを動かす可能性があるわけですね激しく動かす可能性を秘めていますので まあ革命家なんかには、ある意味必須の星になるのかもしれないですね。お父さんの星というふうにも言われています。この三つが六三八の、まあ三つの星の背景ということですね。今度はですね、六四七、六白金星の本命星は同じですね。で今度月面船に三匹は若い木だったんですけど、四六木星という。緑豊かな成熟した大きな木という特徴を持っています。それと風のイメージですね。 これはですね、三匹のようにエネルギーの塊といいういう、ううそ状況でではないんですね。緑の葉をたくさん茂らし地面からは命の水を吸い上げてとってもみずみずしいそのみずみずしさに惹かれて虫はより鳥はより動物もより人も寄ってきますで風がいろんなものを運んできてくれるんですね情報もいろんなものをつ連れてきてくれますので周りにいろんなものが集まってそれらがこう 結び,つく結びついたりですね形を整えたりするという四力木星自身を簡単な言葉で言うと円ををりきたらせて物事を整える円が巡りきて物事が整うというふうに言われるぐらい非常にこうあのなんていうのかな情報の拠点とかですねネットワークの拠点ですねものを結びつける力がとても強いので社会ですごく機能する機能している方がいっぱいいらっしゃいます。 ただあの人がいいって言われるんですねねの特徴は、ね、ですからいろんな集まったものの中で利用しようとする人騙そうとする人の中にこう利用し、うん、あの騙されやすいんですね人がいいからついつい大事にされたり優しくされたりすると喜んでしまうでついつい動いてしまって嫌な思いをするということがありますのでそこだけ視力を持っている場合は注意をするということですね。 まあただ社会で非常に機能する星ですので何かをしようとする時にこのいろんなものを結びつけたりする力が前にどんどん出てきていて意外と長方にこう皆さんに見てもらえるんじゃないですかね。であとは傾斜に七石金星が入ってますね。これは喜び楽楽しみの星ですね。あの環境さえ整っていたら一生にいいやかでキラキラしてる環境が周りにありますので本当幸せに楽しいことができて過ごしていけるんですけども。 その反対にですね、できなかった時の不平不満がやっぱり溜まりやすいんですね。おいしいものが当然好きですから、食べることができればとっても幸せを感じることができできます。趣味もいろんなものを持っているでしょう。やりたいこと、手に入れたいもの、アクセサリーもお金も好きな人が多いと思います。お金にも意外と縁がありますので、それが身の回りにいっぱいあるのに自分のところにはなかなかこう手が届かないとかですね。 まあ買うことができないとか楽しむことができないということはそれはもう不平不満の塊になってしまいますので七戚を持っている人は楽しいことがいっぱいあるからこそですね普段から自分がそれをを楽しめるる環境をちゃんと作るとと作作いう意外と地味な作業ですよね真面目に働いたり生活の環境をしっかり作ったりいろんなそういう,こう楽しめる環境人間関係もそうですよね作っとけば もう本当に嬉しい楽しいキラキラした人生になる可能性があるわけですから努力の違いがありますよね。この3つのつ組み合わせがというところであの、まあ、背景になるとということで,す、ね、で七世紀金星は本当に一生にぎやかなのであの周りにいっぱいあるからいろんなもの選び放題って言われるぐらいにいろんなものが身の回りに来るんですね。ですからあの自分で選ぶことができるんであまり人の言うことを聞く必要がないというふうに言われています。 自分中心になりやすい部分があるので六白もそうですね自分の世界を貫くタイプ七赤金星は人の言うことあまり聞かずに自分で楽しんじゃうタイプですからただ四六目星がですすねねそれれをうままくく取り持ってくれます、ね、物と物を結びつけ形を整えるというとっても大切な役割を担っていますのでだまあ、騙されないようにだけ注意しながら四六がうままくく機能してくれると思いますあとは次は六五六ですね。本命ははやはり同じ この星の組み合わせは他の星の組み合わせでもあるんですけども月明星に合同がが入るるという特徴があるんですね。これがですね行動する時に非常に強いこう力を発揮してですねいろんなことをどん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 動かしていく社会の中でも本当に強い力でいろんなことができるという人情に熱いですしもう面倒見もいいしいろんなことを動かす力もあるわけですから。 もう社会にに非常に強く適応できるそういう星を月明星に持っているので六白金はどちらかというと精神性が高い星っていうふうに言われてるんですけどもその本命星と傾斜球に六白金星という精神性の高い星をちゃんと持っていてですね月明星に社会で強い社会で非常にこうたくましく動くことのできる合同性を持っていますので六白金星の どちらかというと心の世界を自分の頭の中でしっかりとした世界を描いている人を社会で強い人間に変えてくれるというかサポートしてくれるすごくこう頼りになる星ですよねただしこの合同性というのは力が強いがゆえにですねきちんとこうコントロールできる状況に置かないとモンスターになっちゃうというふうに言われるんですねあちこちで人に迷惑をかけたり勝手なことをして大バレする人 もう最近よく目につくこととが多いと思い思ます大体何て言うんですかねあの合同性をうまくコントロールできずにこじらしたりですねちょっと偏った星を持っているような方がそういう行動に走りやすいんですねだからあのちょっと責任があるという感じで私はいつも見てるんですけども強い力があるがゆえに、まあ、帝王の星と言われてますんでね合同性は。だちゃんとそれをコントロールする人間性を学ぶということですね。 これがです、ね、あの6五六という本命星と傾斜球に六白金星という精神性の高い星を持っていて月命星に合同星を持っている社会でとっても適応して強い力を発揮できるかもしれないけども責任がありますよというそういう,こう星の組み合わせになると思いますね。もう本当はあの生涯をついても六白金星の影響が強いし心の中にも六白金星の影響が強いわけですから六白のまあ塊が背中にあるようなもんですね。 それを動かす強い力を月面星で持っているというふうに理解していいと思います。次は六六にですね、六白金星が本命星、これは皆さんとやはり同じです。月面星にも六白金星が入っていますので、何かをしようと実際に行動しようとする時もその精神性の高い自分の世界をしっかり守り貫くというですね、そういう部分があの影響を与えてくるということですね。あとはですね、軽尺に時刻同性があるので。 心の中ではいろんなものをしっかり支える母のようなそういう背景を背負っているということですね物を生み育て育む大地の星ただこの一見優しそうなお母さんの星もですね非常に恐ろしいものを内蔵しているというふうに言われていますそれは何かということですね物を腐敗させる力ですねさりげないように聞こえますけども例えばあの葉っぱが落ちますよね木から で土に触れて時間が経てばもう土にしっかり戻ってしまうわけですね腐葉土という大地に戻すもう一つがやはり動物とかいろんなものが倒れて死んでもですねみんなそういうちょっと目立たないんですけどもすごく強い力を内蔵しているわけですからそれが表へ出てきたときにはとても強い力を発揮するんですね、まあ、簡単に言うと怖いんですね。 ですから自国度性を持っている方は一見家庭的な要素を見せているけれども変な刺激をしたり,関わり変な関わり方をしたりでしてですね怒らせたりこうドーンとこう前に出てくるような状況を作ってしまうとですねなかなか止められないというふうに言われています。ですからあの外見に惑わされずですねおとなしそう家庭的だからって,って節度ある行動をちゃんとするように心がけるということが求められるような そんなこう、怖さも持ってる星ですね。ただ、通常は、あの、本当にこう、母の星ですので。みんなを支えてくれる部分が、前に出てきてるんですけれども。そういう、こう、ちょっと強い力を持っているんだということ、を頭の隅に入れて、関わっていただいたら、いいと思います。次が六七四ですね。これ、さっきありましたよね。六四七。月面星が四六木星で、傾斜球が非接金星の、月面と傾斜が入れ替わってるんですね。 入れ替わっているとです、ね、その星の星意味合いは同じで例えば月明星に七石が来るとさっきは精神性の部分傾斜球に入っていたのが何かをしようと行動するときに七石金星の影響が出やすいんですね楽しいこと大好きでどん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 やってしまうとかですねあとおいしいものをどん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 食べに行ったりするのもそうかもしれないですねあとは歌ったり踊ったりする場所によく行く芸能関係なんかにも意外と力を発揮しますので。 で四六木星を傾斜球に持ってますんで心の中ではいろんなものをちゃんとこう結びつけるようなところをし持ってるということですね。うんとあとは白木星は本当にいろんなものを結びつけて機能するとっても大切な部分をあの動かしてくれるのがありますので持っているとですねこれ六白金星も七液金星もどちらかというと自分を中心にしてる考え方を持ってるんですね。 それを主力木星がちゃんと社会に適応させれるようなつなぎの部分を演じてくれると思いますので意外とこうあのあとは六八三ですねこれもさっきあの六白金星本命星で月明星が三匹木星八白土星が傾斜球というやつの月明と傾斜がいらかったやつですね。 行動するときに八百度星の影響が強く出る月面線に入ってますんでね。で三匹木星が傾斜群に入っているんで、一見こうあのエネルギー種には見えなくても心の中にそういうエネルギーを持っているということですね。正直さとか新しいアイデアを生んだり、どん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 前へ進むようなそういうこう元気さも持っているということですね。ただちょっとこうなかなか止まらないというころですね。雷の要素を持ってますんで。 意外とこうあの切れると早いとかですね行動が早いとかっていう可能性も高いですね思ったり考えたりするとすぐ言っちゃったりするところが出てくるんじゃないでしょうかねあとは692ですねこれもさっき2番目に説明した月面星が時刻同星傾斜球が球し化星この星の月面と傾斜が入れ替わった形ですね 行動をするときにおしゃれだったりセンスにあふれる行動をとったりですねあとちょっと知的な部分も前出てくる可能性があると思いますで今度はあの傾斜に時刻度性が入ってるんで家庭的な部分物を産み育て育む第一の星を心の中に持っていますのでみんなを優しく見守るような部分ですねそっと支えるような部分ただ油断していると毒も生んでしまう可能性があるのでその辺だけちょっとこう意識して注意するということですね で周りにいる方は怒らせないようにちょっとだけ注意しましょうと。怒らせると怖いですよっていう様子を持っているということですね。これで六白金星の方の9つの星の組み合わせの解説を終わるんですけれども、当然あの12ヶ月を9つの星で組み合わせで受け持っていますので、1つの組み合わせが2ヶ月をカバーするというのも出てきますので、 あのその辺はですねあのちょっとずれるところはあるんですけれども自分の本命性月面さえ見つかれば傾斜金も分かるというふうにこの図に書いてありますのでその辺から判断していただきたいと思います。あとはですね七石八白九子と3つ残っていますけれどもそちらも3つの組み合わせを全部一つずつ解説をして動画にしたいと思いますのでまだ順番来てない方もうちょっとお待ちいただきたいと思います。 そんなところですね今日の動画はねこの3つの組み合わせというのがですねなぜ私動画を作るようになったか一ににつ,、ね、つの関わりを見るのにはこの3つの組み合わせ同士で見るとあの本命性だけで見るあの相性とかそういうのと全然違った姿が見えてきますのでこれはもう是非皆さんにも利用していただけるようにお伝えしたいということで動画を作っているんですけども以前メンバーシップで本当は配信したんですけどもね あのメンバーシップの方にずっと置いていこうというふうに思っていたので一時公開はしましたけれどもやはり公開できるタイプあの形でということで今回の動画を作っていますのであの出し方とかですね細かな方法具体的な私が鑑定で使っているの方法というのはちょっとお伝えはしていないんですけれどもこの星の組み合わせ自身のお話はちゃんとお伝えできるようにしていますので是非有効に利用していただきたいと思います。あとはですねあの皆さんに見てていいただいて であのチャンネル登録をしていただくと私もどん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 新しい活動をする時の力になりますのでそちらも是非サポートの意味でもですねいいなと思ったらチャンネル登録をしていただいたりあとコメントですねあの大したコミュニケーションってなかなかできないと思うんですけどもそのコメント欄でお尋ねいただいたり声をかけていただいてですねそれに対して私もお答えをするというのは非常にこうコミュニケーションとしては 何、うん、て言うのかな落ち着いた形でやり取りができるので私も大切にしたいと思っています皆さんも聞きたいこととかちょっとこうあの言いたいことなんかありましたらコメント欄でお伝えいただければきちんとあのできる限りお答えしようと思っていますのでそちらの方もチャレンジしてみてくださいそんなところですね今日も最後までご視聴いただいてありがとうございましたまた次の機会を楽しみにお待ちいただけたら幸いです